はいどうも皆さん、こんにちは。チャプター5がまだまだ遊び足りないよって人は来ようか。僕は昨日3時間くらいメンバーシップサバで遊んだんですが、まだこのシーズンの全貌がつかめていません。今までのチャプター4のシーズン1とか2って、初日にちょっと遊んだら、まあこんなものかって分かったんですが、今シーズンはとにかく新要素が多くて、現状はめちゃくちゃ楽しいです。ただ、いろいろな批判もあったりしています。そうなくて、今回の動画では、恒例の爆速リークまとめの後に、分かった最新リーク情報や、アップデ関係の話、フォトナ界隈の出来事、ストーリーの考察などなど全部まとめていこうと思います。1ミリでも参考になったら高評価とクリエイタースポート SHPO もよろしくお願いします。まず今日のショップにはクリスマス系のセットやアイテムが約1年ぶりに再販されているんですが、その中でも特にこのつらし、これはなんと1065日ぶりに再販されています。結構レアなわけです。で、今日のショップには罠も1つあって、なんとこのセクションのアイテムは本来ロッカーバンドルとして登場するものだったらしく、今日はそのバンドルがなぜか販売されておらず、単品でしか販売されていません。そのため単品で買うと損をする人もいるかもしれないため要注意です。ただこのバグはすぐ修正されるかもわからないので、どうしても欲しいんだったらクリサポは SHPO で単品で買ってみてもいいんじゃないかと思います。次はチャプター5を初めて起動した際になんと B バックスをもらえた人がいたみたいです。ただこれは本当にもらえた理由が分かってなくて、人によってもらえた額もバラバラみたいです。 200B バックスもらえた人もいれば400や1000もらえた、中には 1200B バックスもらえた人もいます。ちなみに僕はゼロでした。おかしいだろ。で、一応いくつか理由が考察されていて、まず以前スターウォーズのミニバトルパスがあって、それを買うと 1000B バックスが返ってこないのに返ってくると表記されていた国というか言語がありました。で、それを勘違いして買ってしまった人には VBUCKS の返金がされるとアナウンスをされていたんですが、どうやらそれがまだだった人がいたみたいです。そのためそれが今回返ってきたという説や、昨日のワンタイムが見れなかったお詫びに運営がバックアクスと7レベル分上がる XP を全プレイヤーに配布したんですよ。で、その XP は当初チャプター5用のものだと思われていたんですが、実はこれシーズン OG のバトルパスのレベルが上がるだけという詫びる気持ちが全くないゴミ仕様でした。ただレベルがちょうど VBUCKS がもらえるところまで上がった人はそれが自動取得されてここで配布されている可能性があります。とはいえもらえる VBUCKS の額がバラバラな理由は不明なため、これはおそらく今までの何らかの返金対象になっていたいくつかの要素が合わさってまとめて今回返金されている可能性がめちゃくちゃ高いです。まあでもちゃんと説明がないと補填を受けた側も何が何だかわからないので、これは正直困りますよね。というわけでリスナーの中で VBUCKS がもらえた人はぜひコメント欄で教えてください。次はもらえるもの関係で言うと、エピックのコードを引き換えられるサイトでバナナナナナナナと入力するとこのバナナで電話をしている妹が無料でもらえます。ただこのコードはもしかしたら使用できる回数に上限があったりするかもしれないため早めに使った方がいいです。ちなみに覚えていたら固定コメントに URL とコードを貼っておきます。他にももらえるもので言うと、爆速まとめでも紹介したんですが、新たなリブートラリーが始まりました。期間は5週間ということで、今シーズンの終わりまで残ってるわけではないので、うっかりしてるとやり忘れる可能性があります。まあサブアカを使えば3日分くらいのデイリークエストをやればすぐ終わるため、これは早めにやっておいた方がいいと思います。でさらに無料でもらえるものが判明していて、それがこのスキンです。これは12月7日日本時間だと8日かもしれないんですが、ついにレゴモードが登場します。でそれに合わせてレゴの公式サイトでレゴインサイダーズのアカウントを作ることでこのスキンがなんと無料でもらえます。ちなみにアカウントは無料で作れるので、気が向いたら作ってみてください。まあいつまでこれがもらえるかは分かりません。あとこのリンクも覚えていたら固定コメントに貼っておきます。さらにこっちのレゴのバンドルも全プレイヤーが無料でもらえるらしいです。多分これはショップに並ぶと思います。次はそんなレゴ関係の話なんですが、最新アップデートでフォトナに存在するスキン1200個以上にレゴモードで使えるスタイルが付与されました。つまりレゴモードで使えるスキンというのはバトロワのスキンを買えば基本的には使えるため、わざわざ別で買う必要はないわけです。本当に今回はデータ内に膨大な数のレゴスタイルが追加されているため、全部紹介するのはマジで無理です。ただ一部のスキンにはこのレゴスタイルがないことも分かっています。例えば再販が望まれているトラビスにはこのレゴスタイルがありません。これについてエピックはレゴスタイルは特にコラボにおいては権利上実装できるものとできないものがあると告知をしています。他にも今回追加されたレゴのスタイルってめちゃくちゃ手の込んでいるものと明らかにしょぼいものがあるんですよ。でそれについてもエピックは今回のアップデートでは317個のスキンだけ手の込んだハイクオリティバージョンを作成したと言っていて、これは徐々に増えていくようです。まあまだゲーム内でレゴのスタイルを見ることはできないんですが、巷ではとあるディスコードのサーバーに入って特定のコマンドを入れると自分の持っているスキンのレゴスタイルが見れるというのが流行っています。ただ外部ツールを使う系のものは本当にバンされてもおかしくないので、これはやめといた方がいいかもしれません。次はチャプター5になってからまず最初に誰もが不快に思ったことがあると思います。それが通常の走りが遅くなったということです。これはチャプター5で動作に関するアニメーションが変わっただけで、実際は走る速度は元と同じなんじゃないかと言ってる人もいるんですが、こんな感じで比較をしたところちゃんと遅くなっています。雑に計算すると今までよりも 10% くらい遅いです。でこれにはかなり批判が殺到していて、今すぐ元に戻すとか、これが続くならチャプター5は引退する、そもそもこれはバグなんじゃないかとか本当にいろいろ言われています。でこれは正直ねバグではないと思います。多分エピックもいろいろ調整した結果
果こうなったんだと思います。実際チャプター3でダッシュが登場して以降はストームにがっつり飲まれてしまうことってほとんどなくなったと思うんですよ。でそれがちょっとゲーム性を崩していると判断してこういうデフレ調整をした可能性があります。あるいはマップの広さや移動アイテムなどを考慮して遅くしたという線もあるんですが、まあ何にせよ今までは普通だったものがなくなってデフレ調整されるのは不快でしかないのでやっぱり直してほしいとは思います。あと変化といえばロッカーや設定画面の UI が変わりました。最近はディスカバリーやショップロビーの UI がアップデートのたびに変更されていたりとこういう UI 関係の変化が多いです。まあ正直これって慣れなんですがこのことにも文句を言ってる人が増えています。ちなみにロッカーを見てみるとグライダーとかコントレールがある場所にオーラという謎のアイテムの枠があるんですよ。これには新たなビジュアルアイテムが来るんじゃないかと噂になっているんですがこれはどうやら音ゲーモードで使えるビジュアルアイテムとのことです。でそのオーラの一覧がこんな感じ。まあスキンからエフェクトが出るだけのものとなっています。まあバトルのところにあるということはもしかしたらこっちでも使えるかもしれません。で次はさっきも話したレゴモードなんですがこれについてもいろいろ分かっていることがあってまずゲーム起動時のワールド作成の画面がこんな感じ。かなりマイクラっぽい感じになっています。まあゲーム性そのものがマイクラをパク意識したものになっていると言われているためここもしっかり真似しちゃってるわけです。あとレゴモードではエモートが使えるんですがこれもスキンと同じくバトルワにあるエモートがそのまま使えます。ただ全部使えるわけではなくて本当に限られた一部のもののみとなってるみたいです。まあレゴスキンでは再現できないダンスとかエモートも多いためこれは仕方ないです。あとレゴモードのマップの一部の画像が判明しているのでこれも貼っときます。次はまたバトルワのスキン関係の話なんですが今後この2つのスキンにクリスマスバージョンのスタイルが追加されるみたいです。他にも最新アップデートでスタッシュドとサイレンに追加スタイルが来ました。当初サイレンはバンドルの方のサイレンに追加スタイルが来ると言われていたんですが結局普通の方に来ました。これはもらえた人も多いと思います。で今後のアップデ関係のこともいろいろ分かっていてまず昨日バージョン 28.00 のアップデが来ました。そして12月12日か19日にバージョン 28.01 が来ます。ここではクリスマス用のデータが追加される予定です。でそっからエピックが冬休みに入って次は1月16日にバージョン 28.10 そして30日に 28.20 次は2月13日に今シーズン最後のアップデの 28.30 が来る予定みたいです。でチャプター5シーズン2は3月8日午後4時からダウンタイムが始まる予定になっています。そうなくて今後のアップデが楽しみな人は高評価。さらに今年の冬イベントウィンターフェスト2023のこともいろいろ判明しています。まず今年も14個か15個のアイテムがロッチから無料でもらえます。さらにその中には無料スキンも2つあるっぽいです。他にもクランプスというスキンがボスとして登場したりクリスマス用のロケーションも追加されるみたいです。でなんと今回はクリスマスの限定モードも登場します。それがシップイットエクスプレス。これはゲーム内でポスターみたいなものがすでにあるんですがこのモードではシップイットエクスプレスという会社の従業員になってさまざまなプレゼントをいろんなところに配達するというゲームモードになっています。なんかクリエイティブ見たことがありますね。で次はチャプター5のストーリーについてもいろいろ分かったので考察を交えて話していくんですがまずマイダスの復活は確定しています。実際にマップ内の至るところにマイダスのスパイ組織に関するオブジェが置いてあります。もちろんマイダスの椅子とかエージェンシーの絵画ティナの爆弾なんかも置いてありました。多分他にもあると思います。さらにマイダスが所有していたヨットも復活しています。でこのヨットの名前がなんと女版マイダスの名前と同じマリーゴールドとなっていてそのヨットの中には歪んだ思想を持っている組織ソサエティのマークがあります。このマークは爆速リークまとめでも触れたんですがマイダスが自分の目の周りを手で覆ってるという風にも見えますよね。でちなみにこのイラストなんですがアップデが来た際に爆速で海外リーカーが紹介していたので公式の画像かと思ったんですがなんと日本の人が作ったファンアートでした。しかも僕のところに書いた本人からツイッターで連絡が来ました。そのためこのマークがマイダスで確定というわけではないみたいです。ただ明らかにマイダス関係のヨットにこのマークがあるということでソサエティとマイダスのスパイ組織は繋がっている可能性がかなり高いと思います。ちなみにマップ上にある電車とかも含めた高級そうなものは全部ソサエティが所有しているものみたいです。でそんなソサエティなんですがこれには社会という意味があります。その一方でソサエティと対立しているアンダーグラウンドは地下の世界という意味です。でこれはつまりソサエティが社会を支配していてアンダーグラウンドはそのせいで地下に追いやられてしまったレジスタンス組織の可能性があると思います。でこのアンダーグラウンドはティア1スキンのホープとジョーンズが一緒に作った組織らしくとなるとジョーンズと何かが対立していると考えることができてその相手はおそらくシーズン OG でも活躍しかつては何度も争った関係のスローンだと思います。でマイダスはそもそもスローンの教え子でスパイ組織も IO の一部という説が有力なんですよ。かつてマイダスの部下だったカオスエージェントも後に IO の一員になっているということでマイダスと IO はズブズブなわけです。そのためスローンはもしかしたら自分が世界を支配するために過去をジョーンズに改変させていたのかもしれません。ただそんなことにジョーンズが協力するとは思えないのでまたスローンはどっかでジョーンズを裏切ったということもあると思います。ただ多分これは今後販売されるマーベルコミックで語られると思います。でそんなソサエティに誘拐されたピーリーは現在ゲーム内でのロッカーでのアイコンが行方不明になっていますという画像に変わっているという凝った演出がされています。さらに今後登場予定のアドベンチャーピーリーというスキンがあるんですがなんとその中身がジョーンズらしいです。これはデータ上
そうなっているだけなのか、ジョーンズがピーリーに変装する展開があるのかは謎なんですが、これは結構面白いです。最後にこういった情報をまとめていくんですが、まず今後一人称モードが確実に来るようです。ただなぜか爆豪のスキンだけ現在一人称モードに非対応になっています。あとレゴモードでは異なるスキンのレゴスタイルを使えるんですが、それとは別に実在するレゴのシリーズのスキンも販売されるみたいです。まず最初はこの忍者ゴーというのが来ることが分かっています。次は現実拡張が近日復活することも判明しています。ゲーム内でもどっかにそれが書かれてるみたいで、最新アップデートでは新たな拡張がたくさん追加されているんですが、ちょっと量が多いのでこれはまた次回以降詳しく紹介しようと思います。次は今シーズンのランクマッチの報酬が明らかになっています。まずカサグライダーの各ランクの色がこんな感じです。まあ個人的には前のシーズンの方がかっこいいと思います。次はバックアクセの色がこんな感じです。皆さんはどの色が好きでしょうか。よかったらコメント欄で教えてください。